オタクはキモい。これは悪口でも何でもなく事実なんですよね。僕自身もキモいオタクですが、オタクはキモいと普通に思うんですよね。別に僕がオタクにマウント取りたいとかは1ミリも思わないんですが、単に思ったことをそのまま言ってるだけなんですよね。僕もキモオタだけどキモオタはキモい。それだけの話なんですよね。僕は昔から頭良くないし、才能も何もなかったんですが、別にそれが悪いことだと一切思わなかったんですよね。頭悪くても性格が普通なら、それでいいですよね。そして、才能なんてないのが普通じゃないですか。大半の人間は才能なんてないので、才能があっても人はそこに惹かれないと思うんですよね。だから人の才能なんて無価値なんですよね。陰キャは大体頭悪いです。理由は簡単です。ひねくれた性格なので、正論や一般論から遠くなるのです。陽キャはひねくれてない性格なので、一般論や正論が多いのは必然的なのです。なので結果的に、世間的な頭いい人認定されやすいのです。なので、陽キャの方が頭いいのは当たり前なのです。天才は変人ではありません。ごくごく普通の一般人なのです。一般人の気持ちがわかるからこそ、一般人が欲しがるものをクリエイトできるのです。変人はバカが多いです。誰にも理解されないからこそ、世間的に頭悪い人のレッテルを貼られるのです。天才は一般人だからこそ、一般人の理想の一般人になれるのです。天才は変人ではありません。ごくごく普通の一般人なのです。一般人の気持ちがわかるからこそ、一般人が欲しがるものをクリエイトできるのです。変人はバカが多いです。誰にも理解されないからこそ、世間的に頭悪い人のレッテルを貼られるのです。天才は一般人だからこそ、一般人の理想の一般人になれるのです。